それでは金太郎選手の試合後インタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずオフィシャルから質問です。えー、試合後の率直な感想をお聞かせいただけますでしょうか。えっと、もう言い訳なく自分が弱かったです。はい、えっと、判定の結果を聞いた後にこううんうんと少しうなずいているように見えたんですが、はい、あれはご自身でも納得の判定だったと,と。あ、そうですね。もう完全に負けてました。はい。 ありがとうございます。えー、と2ラウンド目、なんか特にすごく左側のパンチだったりキックだったりあとカウンターというのが当たっていた印象だったんですがそういうのを当てるプランだったなどちょっとそういった詳細の部分を教えていただくことは可能ででしょううか。えっと、そうですね、えー。相手の攻撃をあの見てで、えっと蹴りえっと、左の蹴りを当てていこうという作戦とあと、 左ストレートや左のオーバーハンドを当てていくっていう、やっぱカウンターの取り合いになると思ったんで、そ,そこですね、はいまあ、作戦としてはあの、自分から攻めていく作戦だったんですけど、なかなか実行できなかったですねそのなかなか作戦を実行できなかったのは、まあ、相手のプレッシャーだったり、それとも相手が何か、こう我々の分からないところで金太郎選手に圧をかけてきたなどあったら教えてください。 いやあの、石塚選手の,その攻撃というかあの、まあ、す,すごい強い選手というのは分かっていたんであので想定内というか、まあ、全部自分次第というかその自分の攻めるというかその自分次第やったので、えー、そうでですす。ね、自分が悪いですありがとうございます。あの 試合前のインタビューでは、こう大阪の仲間やファンの期待に応えたいというお話もされてました。オープニングセレモニーの時にも、金太郎選手の、コールがあった際には、すごい声援も起きていたんですが。今、そういったファンたちに伝えたい言葉はありますか。えっと、やっぱり、その応援してくれている人とか。やっぱり、最近、やっぱ、かて。買ってる姿を見せれてないんで。まあ、自分の。まあ、近い人。に、やっぱり。 協力してくれてる人とかに見せれてないから、そこが、なんかこう、めっちゃ悔しいですね。まあ思い通りにいかんなっていうふうに思ってて、まあでもそれは全部自分次第なんで、まあ言い訳なく、えー、っと、みんなを喜ばしたい気持ちはあるんで、まあ簡単にまたやりますとは言えないですけど、あの、 信じてくれる人のためにも。やらないとなって思ってます。ありがとうございます。それでは試合を終えたばかりですが、今後の目標展望が。を教えてください。えっと。まあ。まあ。その。まあ、すごい。もう危機を感じてたんで。今回。まあ。自分が選択し。この試合をやるって決めた時点で。 こうすごいプレッシャーというかその自分にそろそろやらないとあかんという気持ちはあったのででもここで結果を出せなかったからあの自分がこう結果を出すと出すいう気持ちはあったのでこうなることを考えてなかったんですけどやっぱりほんまに自分がやりたいと思うならまたやるし もう無理やと思うなら、もうやめるし、そこはちょっとゆっくり考えようかなと思ってます。わかりました。ありがとうございます。はい、オフィシャルからは以上になります。その他ご質問ある方、はい、お待ちください。えー、ゴンカクトニクマンコです。あの、えっとせ試合前のインタビューで石塚選手の蹴りはそんなに意識されてないという言い方だったと思うんですが、実際試合であのミドルを結構蹴られてたと思うんですが、やってみてどうでしたか。 いや、えっと、石塚選手の蹴りは多分、僕を聞か,聞かせる蹴りではなかったんでその、リズムを取るための蹴りやと思ってて、その、聞かされた蹴りは一回もなかったんでそうです想定内でしたというか事前に思ったこと,思ったことよりこうやりにくかった部分というのはどういうことでした えっと、やりにくさやりに,やりにくいアイデアというのも思ってたしそのどれぐらいのレベルかというのもやっぱり研究してきたので分かってたんですけどやっぱりその全部今回は自分次だやなという感じですその,その今の,その反省点をこう直すためにはどうするべきかと今、考えてらしいますか。えっと えっとそうですね、うん、まあ完成点というかやっぱりな,なんて言ったらいいんやろうな、うんまあ、まあ気持ちだけじゃどうしようもないんでこう体をしっかりこう整えて。 万全な状態で準備することかなって思ってます。